マランです。今日はこのモールドを使ってスティック型のピアスを作ってみたいと思います。今日使う型はここの小さなキューブ型の型を使ってみたいと思います。ここのところで型を取るとこういった小さなブロックができるので、これを組み合わせてピアスを作ってみたいと思います。今日使うものはシリコンのモールドとクリアのレジン液と着色されたディープネイビーの色のレジン液、金箔と小さなタイプの金のブリオンを使いたいと思います。あとは自分の好きな色に着色するための着色剤を使います。
成しました。今回は緑と青色の着色剤を使って2種類のピアスを作ってみました。下には金箔を入れて上にブリオンやビーズを入れてみました。今回は型の中でグラデーションを作るのではなくって、もともとキューブとして着色をしたものを別々に入れて透明のレジンを後から入れることでちょっと独創的な形になったかなと思います。結構色もシックでくすんだ緑と深みのある青色を使ったので大人っぽい感じに仕上げてみました。もちろん他の色で着色したキューブを使うとまた全く違う印象の色合いのピアスができるので自分の好きな色で作れるかなと思います。今日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。